NHK にどうしてもお答えいただきたいことの2ですね第1回は、えー、国民の被爆限度が1.1 1ミリシビルであるということに基づいた放送を2011年の3月12日の16時か16時半ぐらいの放送まではやってたんですがその後、えー、18時頃からの放送ではですね全く被爆限度に触れなくなった。 これが政府の圧力だったか NHK 独自の判断だったかこれはやっぱり国民にどうしても明らかにしてもらう必要があるものだと思うんですねものすごく大きな報道の自由に関する正しい報道に関するまあコメントだと思うんで NHK の本業中の本業だと思うんですねでこれは NHK を批判するという立場じゃ僕ないんですよ今度は批判するというかもう一歩進んでですね NHK がやはり国民のための報道に戻ってもらってですね今 NHK の批判ってすごく多いんですけどやっぱり NHK 自身が再生のきっかけにしてほしいと思っているわけですね。で今日はですねこれはまあその相撲の問題ですからえその病気があの被爆による病気がまあ多く出るというのはそういう深刻な問題ではないんですがしかし 日本の大相撲っていうのはですね、えー、身体的な面じゃなくて日本人の精神的な面に非常に大きな影響のあるスポーツであります。でそればかりになくてですねスポーツというものはもともと非常に重要なものでよくあの最近オリンピックの経済効果なんて言いますけど経済効果なんかやってもらっちゃ困るぐらいの崇高なもんなんですよね。したがって大相撲は特に日本の国技でもありますしね。 精神性が要求されるるもものでもあるのであ、えー、NHK はその NHK が持っておられるですね、えー、情報に基づいてきちっとそのお内容を公表してほしいというふうに思うんですね。何を望んでいるかっていいますと、えー、平成29年ですね、えー、去年といいますか、えー、平成、えー、2018年。 2019年ですかねえ樽、ー、馬富が高野岩をまあ殴って、えー、相撲に出れなくしたわけですそれは巡業中の平成29年の10月の25日からですね宴会が始まりまして殴ったこと自体はそ次の日の10月の26日の未明であるというふうにされております。 そしてそれから約2週間ほどたった11月の12日から九州場所と言われる大相撲の11月場所が博多で開かれましたその時には高野岩は怪我によって救助届が出ておりますそれからえっと高野花巡業部長の高野花からも警察に事件の調査の 捜査の依頼が出てております障害事件としてですねですから NHK はですね必ず春間富藤が高野岩を殴って負傷させてその場に白鵬もいてそして高野岩が救助に至ったと警察にも届けが出ているという情報はですね2週間経っておりますから必ず NHK は知っていたと思います。 まあ一応知らない場合も知らないと言ってなんでしわかんなかったのかということももしそうであればそれで言ってほしいんですけれどもまあ普通に考えれば知っていたそれで大相撲が始まりましたね ＮＨＫ は全く傷害事件に触れずに一日目二日目と放送を大相撲の放送いたしましたまあ春馬藤は前の場所確か優勝してるんですけれどもえやっぱりこの騒動の 影が残ってたんでしょうね初日2日と連敗しましてで3日の朝だったと思うんですけども、えー、高野岩の事件が明るみに出ましてねそれで3日から休場そのまま引退と、まあ、こういうふうになったわけですがここで NHK がどのような情報を持っててどのように判断されたのかということを発表してほしいんですね。ス、えー、スポーーツはダ、えー、ダブルスタンダードじゃダメなわけですから え野球とかバドミントンとかレスリングとかですねアメリカンフットボールとかいろいろなスポーツの暴力の問題もしくは不祥事の問題が取り沙汰されてる時にですね NHK は相撲の放送を独占してますからね独占してる NHK が知ってて春馬富士の殴ったやつを知ってて放送知らん顔して放送したのかそれとも知らなかったのかもしくは 知ってたけどもその「マも冬不祥事」をですね触れずに相撲の放送をするのが NHK の放送態度として正しかったのかということをですね一つは、えー、答えてもらいたいんですね。そうしないとですねまあ世の中を暗くする最も大きな原因の一つにダブルスタンダードがあるわけですね。あのの人人ががややっったたららいいけどこの人がやったらダメだと こういういいダダブルスタンダードを使い始めるとですね非常にこう法の下の平等っちいうか大げさに言えばですねまあ公平さを失するわけですよ。やっぱり放送局が公平さを失しますとね特定の人をやっつけたりなんかすることが非常に容易になりますま。そういう点ではですねえまあ朝日新聞とか毎日新聞がもうしょうがないんですけどもそういうふうになっちゃっててしょうがないんですがやっぱり NHK はですね 朝日新聞は買わなきゃ買わないでいいんですけど NHK は払わないってわけいないんで国民ほぼ全員がですね、えー、受信料を払ってるわけですから特別なやっぱり義務があると思うんですねそれはやっぱり、えー、まあその相撲を取ってら相撲の場所中に発表しろとは言いませんが一応一段落した段階でですね NHK は実はあの時うん、えー、相撲協会から発表するなという 申し入れがあったとかですね。もっと具体的には僕は噂で聞いてるのはですね。nhk に対して相撲協会がいや、もうその春馬くんの事件なんかやっ,て言ったら、このその映像な映像権を取るぞというようなことを言ったっていう話もあってですね。分かんないわけですよ。しかし、こういう噂が街の中に社会に流れてるってことがですね。非常に問題なんですね。誰が見ても nhk が春馬富士が2週間前に。 えー、鷹の世を殴って白鵬がそこにいて白鵬も貴乃花あの春巻も巡業部長に報告せず巡業部長はあ、えー、の鷹の親花親方はですね春馬富士か現場にいた春巻か白鵬のからの報告を得て相撲協会に報告すべきであって自分一人で多分 <laughs> そういうことがあっただろうと。 いう推定で相撲協会にその報告するわけにいけませんからね。だそういう意味では、えー、NHK は報道放送局ですから相撲内部のえー、そういうその報告とかそういうのよりかですね事実として把握していると思うんですね。それをなぜ発表しなかったのかもしくは今でも遅くないのでね、えー、NHK の内部の検討でまあ えー、臭いものには蓋をしとこうと相撲は日本の国技だからまあ相撲の悪口はい、言いたくないとこういうふうにお考えになったのか事実としていつの時点で春馬富士の暴行を知って高野山が傷んでることを知って白鵬が高野花親方に報告しないってことを知っててそして相撲の放送を漫然とやったのか。 それとも高度の判断でやったのかまさかこういう件ですから政府は口出してないと思うんですけどね、えー、まあ NHK に放送させないって相撲協会が決められるぐらいの力があるのかちょっとよく分かりませんけどね、まあ、いずれにしてもこの問題は、えー、その非常に大きな問題という意味ではやっぱ精神的に大きいし日本のスポーツの健全な発展という意味ではですね もしもですよ、NHK が臭いものに蓋をしようと思ったということになると、大相撲だけはですよ、大相撲だけは他のスポーツと違って、不祥事はもう絶対外に出さないということであるならばですね、それは私は相当 <laughs> 検討を要すると、まあ、NHK というものがあった方がいいのかない方がいいのかという議論になる。だからここはですね、えー、報道陣のプライドとして、 スポーツ報道というもののあり方としてですねどういう基本的スタンスでいくのかということを、まあえー、お答えいただきたいと私は思います。